ご説明をさせていただきたいと思います。新型コロナウイルス感染症の拡大によります、さまざまな課題に引き続き迅速かつ適切に対処するため緊急対応策を追加実施いたしますとともに、財源確保のため実施した事業見直しに伴う減額を行うこととして、5月28日に開かれる本会議において追加の補正予算を提案することといたしました。それでは資料1ページをご覧ください。今回の補正予算額は一般会計、副次企業会計合わせまして、まず、緊急対応にかかる補正予算として24億円の総額、次に事業見直しによる補正予算として40億円の減額、またこの見直しによって捻出した一般財源の財政調整基金への積み立てなどの基金積み立て額が16億円の増額、これら合計いたしますと900万円の増額となっています。このうち一般会計補正予算額は5ページ4括弧1会計別の状況にも記載しておりますが1億円の減額となっています。若干分かりにくいかもしれませんが、スライドの印象をお伝えしたいと思います。次に今回の補正予算の内容でございますけれども、私から主なものをご説明をさせていただきます。はじめに感染防止対策についてございます。3密の防止として今後の出水期を迎えるにあたりまして避難所における感染防止対策を徹底し、避難者の感染防止を図るため市長が避難所を開設した際に活用できる間仕切り、消毒液、飛沫感染防止ビニールシートといった感染防止に必要な物資を県民で備蓄いたします。これによりまして災害時等に県民の皆様が安心して避難所に避難できる環境づくりを推進してまいりたいと考えております。また感染防止施策の構築として広島大学病院と連携し PCR 検査の実施体制の強化を図り、広島大学における検査数を段階的に拡充いたしまして1日当たり200件を確保いたします。このことにより現在の PCR の検査能力は民間検査機関に協力を合わせまして1日当たり440件を確保することが可能となるものでございます。またクラスター発生時に抗原検査を活用して速やかに陽性者を発見する体制を整えるなど効率的な検査体制を構築するとともに県内の感染状況をタイムリーに把握するための疫学調査を実施いたします。これによって得られた結果を新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のためのさまざまな対策に活用してまいります。次に医療提供体制の確保です。新型コロナウイルス感染症患者等を入院させるため現時点で県内医療機関の入院病床を266を確保しているところでございますけれども、このことによりまして通常の入院患者の受け入れ数が減少して病院経営に影響が見込まれることから確保していただいている病床に対する封床保証を行います。合わせて医療従事者が感染症対応のために自宅が困難な場合などに宿泊施設を確保する必要や感染患者を診察した医療機関が病室等の消毒を行う費用の補助を行うことで医療提供体制の強化を図ってまいります。次に2ページをご覧ください。適切な治療が可能な体制の確保として在宅の重症心身障害児やその介護者の方等が新型コロナウイルス感染症に感染した場合に継続した医療的ケアや障害者サービスの提供を行う体制を整備するため看護職員や介護職員の派遣、居宅外の受け入れ施設の整備を行います。
また新型コロナウイルス感染症に感染した妊産婦の方が安心して出産できる体制を確保するため、内診台や超音波診断装置などの妊娠管理に必要な機器を整備いたします。次に患者搬送体制の強化といたしまして、軽症者や無症状者を宿泊施設に搬送する際の運転者や同行者への感染防止を図るため、マツダが新たに開発いたしました車内感染リスクの低減に配慮した車両を整備いたします。これによりまして、軽症者等の宿泊施設での療養を促進するとともに、これはどういうことかというと、例えば一旦入院するわけですけど、宿泊施設に移動する場合にですね、こういった車両を活用するということです。それによって、移動しやすいということですね。それから救急車はですね、また一方で重症の感染者や交通事故などの重症者の搬送に集中させることができるというふうに考えております。次に医療従事者への支援といたしまして、4月の補正予算に続いて、新型コロナウイルス感染症の対応に携わる医療従事者の方々に特殊勤務手当を支給した医療機関に対し補助を行います。これによりまして、医療従事者の方々の待遇改善と協力医療機関の確保を図ってまいりたいと考えています。なお、同様にですね、新型コロナウイルス感染症の対応に携わる県立病院の医療従事者や、防疫作業等に従事する県職員に対しても特殊勤務手当を支給いたします。次に、事業見直しでございます。3ページに、今後さらにですね、新型コロナウイルス感染症対策を求められる、また経済が低迷して税収が減るといったような事態に備えまして、今後の災害への備えも必要であるなど、そういった事態に加えてですね、今後の災害への備えも必要であるなどですね、先の見通しも非常に不透明な状況でありまして、歳入歳出両面であらゆる財源確保策に取り組んでいく必要があると考えます。そのためですね、全事業対象した事業見直しを実施したところであります。見直しにあたりましては、県民生活や社会機能に重大な影響を与える恐れのある業務や、普及国らに掲げる業務などについては、これ最優先になりますので、ということといたしまして、新型コロナウイルス感染症の影響によって、すでに中止や延期が決定している大会、イベント、会議であるとか、現在の状況下において実施をしてもですね、当初見込んでいた施策効果がなかなか見込みにくいからといった事業を始めまして、幅広く見直しを行ったところでございます。この結果、特別会計や企業会計を含めまして、事業ベースで約40億円、一般財源で16億円を見直しまして、今回の精査で減額することといたしました。参考に記載してございますけれども、地域を見て、改めて、検討する業務、事業の10億円程度、これも一般財源でございますけれども、現時点では休止延期の判断には至っておりませんが、新型コロナウイルス感染症の収束状況を踏まえつつですね、現実生活への影響を考慮した上で、改めて、判断をしてまいりたいと考えております。なお、事業見直しの主な内容については、4ページに記載しておりますので、ちょっとご覧いただければと思います。そして2ページに戻りますが、積立基金となります。新型コロナウイルス感染症の影響を受けている地域の医療や経済を支援するために、5月14日に寄付金の受付窓口を設置いたしました。5月18日時点で、ここに1000万円を超える寄付
いただいた寄付金につきましては、医療体制の確保や地域経済への支援など、新型コロナウイルス感染症対策に幅広くことといたしまして、この使途を明確にお勧めするため、この度新たに広島県新型コロナウイルス感染症対策基金を創設いたします。今回の補正予算におきましては、先ほどご説明いたしました医療従事者への支援にこの基金を活用させていただきます。なおですね、先ほど18日時点と申し上げましたけれども、その後も寄付をいただいておりまして、本日時点で、最新の集計における寄付金額は4000万円を超えているという状況でございます。これについては、追加で行って活用させていただきます。改めまして、寄付をいただいた皆様に安く御礼を申し上げます。今後、皆様の温かいご支援をよろしくお願いいたします。また、先ほどご説明いたしました、事業見直しにより捻出した加算財源を財政調整基金に積み立てることとしております。一方で、今回の緊急対策の財源として、この財政調整基金を取り崩すこととしておりまして、令和2年度末の残高見込みで見ていきますと、7億円ということになっております。これもちょっと分かりにくいかもしれませんが、一旦積み立てて、今回の予算で取り崩す。で7ページをご覧いただければと思います。最後になりますけれども、私は先ほどの特別賞の特別賞とご給与の計画を行うことといたしまして、関連の条例を提案いたします。県財政が逼迫する中で、事業見直しの実施によって、県民の皆様にも負担をかけすることになりますので、今後も新型コロナウイルス感染症対策に、率先して対応していく案を示させていただくのでございます。今後の新型コロナウイルス感染症への対応につきましては、引き続きですね、感染者の感染の状況であるとか、経済面への影響を注視して、国における補正予算の編成でございますので、そういった状況も踏まえながら、県においても補正予算などを含め、私らの説明は以上でございます。